フリー。はい、それではアンチョビーさんからの、練習の時はあまり力強く打たない方がいいですかという質問なんですけれども、まあ、レベル段階にもよるんですけど、強く打って連続打てるのがやっぱり理想です。まあ、なぜかというと、まあ、強いボールで連続して打てた方が試合の中でそういった連続攻撃はもちろんですし、まあ、やっぱり強く打ってミスをしないっていうのが一番、まあ、強い選手としてはこう必要な要素でもあるので、まあ、ミスをしないっていうところを超えたらやっぱ強く打つっていうところは意識してもいいのかなというふうに思います。まあ、ただ試合の中でなかなか10割で打つことっていうのはないので、まあ、10割で打つというよりかは7、8割の力で打つっていうことを意識した方が良いのではないかなと思います。まあ、でもなるべく全部のボールフルスイングできるようにっていうのは常に心がけてやってますし、その方が振り切った方が調子も結構上がるので、繋いでるよりはそっちの方がいいのかな。まあ、でも阿部さんも言ったように、まずはミスしないで安定してコートに入れるということが第一なので、それができるようになったらどんどん力強く打っていったらいいと思います。いかがですか？そうですね、中国選手とかの練習見ててもそこまでフルスイングしてなくて、それよりももっと安定重視というか、まあ、ミスするよりは安定重視の練習をした方が僕はいいかなと。否定的ということです。最近の高校生めっちゃ振りますもんね。高校生若い選手みんな結構振ってってどんどんミスを恐れずってなって、恐れろよと思う。試合で強いボール打てたらゆっくりって、まあ、振り切ってるのでその力加減を抑えればいいんですけど、全部合わせてる練習やってて強く打つってなるとやっぱり力加減がどうしてもわからないので、ミスするリスクとしては強く打ってて緩めることはできても、緩く打って強く打つ方が難しいかなと思うので、それこそ試合の中で緊張したりすると振り切ってる状態であればそこからコントロールは効くんですけど、振り切れてない状態でそこから振るっていう方が難しいので、だからどっちかというとやっぱ振ってる方から調整していった方が理想ではあるのかなっていうふうに思います。